アデレード駅はオーストラリアの南オーストラリア州アデレードにある鉄道駅である州とアデレードの中心駅アデレードの近郊線6線を運営するアデレードメトロのターミナル駅で東端式プラットフォームを備えている乗り場は9番線まであり1番から4番までは電化されている駅の南側はアデレードの中心市街地で商業施設や オフィスビル、学校などが集積している。北側は広大な緑地となっており、市民の憩いの場となっている。アデレード駅は、近郊線専用のターミナル駅であり、ザガミやインディアンパシフィックなどの長距離列車は、アデレードパークランズターミナル駅に発着する。アデレード駅は1856年にアデレードと、港を結ぶ鉄道のターミナル駅として開業した。 シドニーやメルボルンと違い、この鉄道は全額政府の予算で建設された。その後、放射状に路線が建設され、内陸部の農産物の輸送に威力を発揮した。1920年代には手狭となった駅舎の建て替えが計画され、1928年に新古典主義建築の駅舎が完成した。当時、オーストラリア最大級の規模で地上3階建て、 乗り場は地下に構築された。現在、駅舎の一部はカジノになっている。ウィキメディアコモンズには、アデレード駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。